日産葬儀日産葬儀は、1953年5月から9月において、日産自動車株式会社と総評系の、全日本自動車産業労働組合、日産自動車分会との間に生じた、労働葬儀。終結まで100日以上に及び、このため日産100日闘争と呼ばれることもある。加えて、葬儀が発生した年から日産53年葬儀とも、呼ばれる。 戦後労働運動史上の著名な葬儀である。前時日産分解は1949年の人員整理をめぐる闘争での敗北以降、職場闘争の強化を図り、残業時間などを強く規制し、職場における組合の影響力を確保していた。また、前時は1952年夏に同一労働同一賃金などを柱とする賃金原則を掲げ、 賃上げ闘争の質的転換を図る方針を出した。この下で戦われた同年秋の賃情闘争では、基本級の改正等、日産分解は大きな成果を勝ち取っていたが、1953年においても未完成闘争の目を伸ばせとし、さらなる攻勢をかけようとしていた。こうした組合の動きを、会社側は経営にとっての大きな障害であると認識し、 強い態度で臨んでいくことになる。朝原源七社長は1953年の年頭の挨拶で、昨年は労働葬儀に明け暮れたが、これではいけない。要求を入れるべきは、入れ、拒否すべきは蹴っていく方針だが、もっと真剣にならなければならない情勢だとし、毅然とした態度で組合に臨む姿勢を見せていた。また、後に、第二組合を結成し組合分裂の中心となる。 三宅由良の学卒グループも執行部批判を本格化させる。同年2月の執行部改選においては、前時の委員長職を辞して分解に復帰した増田鉄を落選させようと動いたが、失敗に終わっている。1953年5月に前時は統一闘争として、日産自動車、トヨタ、イスズの各分解が三者共闘の体制を組み、一斉に陳情要求を 各会社に提出。マ田ダテを組合長とする日産分解では8項目に及ぶ要求を提出している。会社側は日産分解の要求に強硬な態度で臨み、要求を全面拒否。6月4日に開催された第1回の団体交渉では、逆にノーワークのオペの原則の承認や課長の引組合員化を会社側が日産分解に求め、 紛糾する。その後も断続的に断交が開催されるも双方の折り合うことはなかった。そして会社側は6月11日に6月8日以降のノーワークノーペイの実施を通告し、6月の賃金において時間内組合活動の時間分のカットを強行。各職場では激しい部下長の追及がなされた。7月3日からは9日まで1時間ストが実施され、 会社側も工場閉鎖をちらつかせる。7月16日に日産分会は大幅な妥協を提案し、決着を図るも会社側はこれを受け入れず、断行を拒否。以降、分会側は職場闘争やストライキを強化し、会社側は分会側の労働者に給与を支払わず、臨時休業やロックアウトなどで対抗するなど、労使双方の応酬が続く。 トヨタやイスズが8月初旬には打結を見る中で日産では解決の糸口がつかめないまま泥沼化してゆく。朝原源7社長の指揮の元会社が強硬な態度を取った背景には日経連から後押しを受けていたこともあったとも言われている。8月半ばには分解幹部の逮捕や懲戒解雇が行われ、また会社側が巨大なバリケードを築き、 分会との団体交渉を拒否する姿勢を強く示し、事態は一層悪化した。分会は中央労働委員会に提訴するなどして会社を交渉の場に出させようとするが、会社側は申し入れにも返事をせず、交渉に応じなかった。8月30日に、三宅湯、塩路一郎らが日産分会から分裂して、会社側御用組合の日産自動車労働組合を結成、塩路が 戦闘に立って刑事事件に発展するほどの分解側労働者の引き抜き切り崩し作戦を展開する。長期化する紛争は社会問題化し、9月には中産両院の労働委員会で参考人質疑が実施されている。この時、経営側は出席を拒否したが、日産分解組合長、増田哲夫は参考人として国会で答弁に立っている。9月11日に、 断交再開の予備交渉が行われ、9月14日に断交再開。以後断交が断続的に行われるものの、結局9月21日、分解は会社側の要求を全面的に受け入れ葬儀を集結することになった。全面的な日産分解側の敗北であった。日産葬儀終了後、日産分解は職場闘争で湿地を回復しようとするが、 会社側の植生を通じて強化された管理に阻まれた。また、日産労組の日産分解の切り崩しの結果、同労組が同年10月には過半数組合となった。日産分解が盛り返す局面もあったが、12月5日に会社が分解員を中心とする141名に油脂退職などの処分を行い分解は壊滅的なダメージを受ける。また日産葬儀中に分解が、 組合員に貸し付けた生活資金の返済をめぐる問題が日産ローソとの間で持ち上がり、その余波を受けて1954年12月に全治は解散することになった。全治解散後も日産分解は活動を続けていたが分解執行部を狙い撃ちにした対面や神奈川地郎医での申し入れ帰却などを受けて1956年9月に解散した。ありがとうございます。